殿下、どうなさいました？今日はバルター殿をお呼びになっていたのでは、もうとっくにお出かけになられたと思っていたのですが、まさかずっとここに。バルター殿は、それにエクレール殿も一体どこに？はあ、やれやれ、私はここですわ。聞き込み捜査の真似事なんてするものではありませんわね。気も体もヘトヘトですわ。説明をしてほしい。一体どういうことかね。こうもこうも、ワルタードに行ったら姫様との仰せを完全にすっぽかしたのですわ。おいでになりませんわね。早く切り上げられることはあっても遅れることなんてなかった方なのに、どうもこないだ女給を見た時の反応が気になって仕方ありませんわ。これが女の勘というやつでしょうか。ちょっとバルタードのお探しがてら、いろいろ調べてまいりますわ。すれ違いになったら残念賞ですわね。それでちょっとばかり町まで行って聞き込みをしてきまして。それはちょっとばかりの一言で済むような行動ではないな。町のどこまで遠出したんだ？まあ、すれ違いにはならなかったのですから、よかったということで。聞き込みの結果分かったのは、あんまり良くないことでしたけどね。一体どういうことなのかね。バルター殿がどうかしたのか。いろいろ秘密が絡んできますのよ。前提の状況を知らないあなたがいると、話がややこしくなりますわ。秘密か。ゴシップの類だな。いいだろう、邪魔ならば外に出て。本当につまらないメガネですわ。秘密を持つことの面白さがわからないのかしら。まあ、それはそうと、お話ししましょう。バルター殿は今日一体どこに消えていたのか。大変遺憾なのですが、バルター殿は例の女給さんと合い引きをしていたようなのですわ。ええ、確かに彼の時間は彼のもの。ですが、姫様の召喚を蹴ったというのはいただけませんわよね。まして女性は苦手と言っていたのに。殿下、よろしいでしょうか。騎士バルター殿、ただいまこちらにご到着です。どうなさいますか。ああ、こんな時間になってから。まあ、姫様ったら一途でいらっしゃいますのね。こんな遅くにわざわざ取り次ぎしてくれるとは、世話をかけたな、リーフリート。いえ。王女殿下、騎士バルター、お招きに預かりましてただいま参上いたしました。到着がこれほど遅くなりましたこと、いかなるお叱りも甘んじてお受けいたします。はあ、ですがまだ調査中のことゆえ、あまり詳しくは申し上げられません。願わくば今しばらく俺の勝手な行動を許していただければと。やっぱりあのことは隠すんですね。ん？何のことだ、次女と。私たち今日あなたが誰と会っているかちゃんと知ってますのよ。あの方とはどういう関係なんです？それを教えていただけないと納得
いたしかねますわ。それはできない。聞いてもあまり面白い話でもないさ。殿下や侍女殿にはまだ早い話だ。確かに姫様はあなたの半分とちょいしか生きていませんわ。あなたのような大人から見ればまだまだ半人前の子供でしょう。ですけれど、姫様もいつまでも子供ではいない。無垢な子供ではいられないのですわ。だって姫様は女性なんですもの。冷や汗が出るな。まったく、女性というものは本当に侮れない。世の少女たちは子供である前に小さな淑女たちなんだな。バルター殿、どちらへ？少し俺の中で整理しなければならないようだ。今日の昼間のことも殿下のこと、詳しい話はまた後日に。本日はこれにて失礼する。行ってしまわれましたか。詳しい話を聞きたかったらもう一度呼び出すしかなさそうですわね。どうするかはもちろん姫様のお心次第ですけれど、